は耳コピーしなきゃいけないなっていうね、まあ、曲が、まあ、あったんですけれども、要はね、田中秀和氏と、まふまふっていうね、歌い手みたいなことをやってるらしい人の、コラボで、まあ、VTuber の、テーマソングを作ったみたいなのが、あるらしいんですよ。それがですね、うん。まあ、なんかいい曲らしいんで、うん。いい曲らしいんで、そうですね。まあ、ちょっとね、まあ、荒れるのを防止するため、まあ、そのね、曲名及び、その VTuber の方の名前は伏せさせていただきますが、とりあえずそれを流させていただこうと思います。よければ、聞いてください。これかな？あ、もう。もう秀和。もう秀和。どうやっても秀和でしょ、これ。あ、こうか。D か。え、これね、マフマフさん噛んでる？もう全部ヒデカズしかいなくない？これ。あー、はいはい。あ、今シンクロした。今ヒデカズとシンクロした。こうだろ、次。あ、こう、こう、こう。で、どうせこうでしょ？あ、ほら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 。あ、絶対こうだ。あ、はい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 、もう完全にシンクロした。いや、これ僕曲聴くの初めてなんですけど、ある程度秀和と思考シンクロさせると次に秀和がどういう攻め方をしてくるかってある程度分かってくるんですよ。こうか、こうか、こうか。あ、ここちょっと違う。でしょ、はいはい、はいはいこれ超いい、超いい曲だね。え、ここ何？あ、どうなってんの今。うわ、ここ秀和の謎コードエリアだ。うわ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 。なんだ、あかん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 。秀和、ここ秀和と戦え。ここはもうね、秀和とシンクロできない部分。なんだろうね。まあ、僕は自分で言うのもおこがましいけど、僕は奇声量たどまりなんですよ。要は、本気の奇跡の世代が本気出してきたら、僕は耳コピなんてそんな全然できなくなっちゃうんです。僕ができるのはあくまで表向きのコードを拾えただけで、こういう秀和が、もうその奇跡の世代である秀和が本気を出してしまったところで、もうどうにもなんないんですよね。あ、マフマフ入ってる、マフマフ入ってる。これね、秀和さんはね、やらないんですよ。露骨な半音上げを。露骨、ここマフマフかかんでる、絡んでる。ここマフマフかんでる。そうそうそう、秀和やらないんですよ、こう。
なんだろう、まふまふさんがやるがちなのは、ダーダーダーみたいな、わかる？この、要は俺もよくやるんですよ、これ。まふまふさんと僕のちょっとね、コード理論って、まあ、おこがましいかもしれないですけど、ちょっと似てる部分があって、要はなんだろうね、おっぱいまんこまんこちんこみたいな、僕も、最後の決めとかにすげえ使うんですよね、この、ずっちゃんちゃんちゃんみたいな。要は、おっぱいまんこまんこちんこ、おっぱいまんこまんこちんこ、おっぱいっていう。わかります？この、最後に、要はなんだろうね、もう始まりで言うとミーシャの、リトルエブリシ、あ、違う、You're a everything だっけ？あ、everything か。everything って曲。You're everything, you're everything, you're everything, あなたっていうね。そこが多分ね、発祥の地なんですよね。うん。発祥の地は多分ミーシャのエブリシングから来てるんだと思う。うん。そう。いや、でも俺、初めてこの決め聞いたときに、もう本当に、なんだろうね、すげえなと思って。で、まあ、早い話パクったんですよ、僕は。そしたら、まふまふさんも多分、ミシャからパクったんだと思います。はい。多分ね、うん。いや、これ、本当にね、いや、でもすごいよね。You're everything. っていう。このね、ちょ、ちゃちゃちゃんっていうね、本当にこれはね、すごいです、本当に。でも、いい曲だな。じゃあこん、あ、ここやばい、ここやばい、やばい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 、ここ舐めてた。要はここみたいな、これここのコードは、ここのコードはやばい。うん、本当なら、みたいな、安易に半音下げていけば曲として成り立てばいい、あ、成り立つのに、ただあえてそれをしずに、あ、違う、どこだっけ、わかる、ここ。わかる、これ。みたいな。はいはいはい。ここわかる、うん、でしょ、これの繰り返しでしょ。そう、ブレンドエスっぽいよね、これ。
かんない。ここ何？プログレっぽい。プログレっぽいよね、ここ。やばいな。うわ、ここも。あ、生きていこうと。あ、こきも。で、歯上がる。ここ、まふまふま。これほぼひでだね。ほぼかず。いや、いい曲でしたね。はい。ちなみに映像は流しません。ちょっとですね、映像があまりにもあざとすぎて、ちょっとね、申し訳ない。心にもなく僕はちょっとイラッとしてしまったので、申し訳ない。映像の方は流せません。申し訳ありません。うん。あと、まあ、著作権的ないろいろな問題も相かめて、うん。すいません。映像は流せないんです。映像は流せないんです。うん、でも本当にいい曲ですよね。うん、ただ映像は流せないんです、本当に。あまりにもあざとくてちょっとイラッとしてしまったから。いや、でもあれですからね。別に、秀和さんが別にモデリングしたわけではないんで、別にそれは全然僕はいいと思うんですけれども。はい。っていう感じですね。うん。申し訳ないです。